どうも、こんばんは、エヌです。今回は東京グルインボーク、ガシャの方にですね、お正月の、あれどこだ、お正月のガシャ来ていますね。SSR の、羽根付き金木と羽根付き灯火、晴れ木灯火、羽根付き金木晴れ木灯火ですね。なんか昔あったような気もしますけど、早速10回引いていきましょう。で、ログインボーナスで SSR キャラ確定と SSR アタッチメント確定が来てるので、それももういっぺんに引いていこうと思います。分けてね、引いてもまあもう味気ないし、さっと終わって仕方ないんで、まあ、一緒にね引いていこうと思いますと言いつつ、この10連で SSR が出てこようとしてますね。最近あれだからな、ずーっとこの演出なかったからな。1枚グールだ、グールだ、グールだ。ということは他のキャラも出るのかな。お、金木の方だぞ。これ当たりどっちなんだろう、トーカの方なのかな。全然スキル見てなかったけど、はい、羽根付き金木ですね。スキルの方が、あ、そっちか。一旦の間味方全体の回避力 50% にアップ。おー、これは 俺向きの戦い方じゃんこれ。敵全、あ、ダブルアタッチかこれ。ダブルアタッチじゃねえわ、ダブルアタッチなのかな。ダブルアタッチでしょこれ、流行りの。チーム全員のブレイク140にアップ。チームに10日いるとチーム全員スキルゲージを超アップする。これ強ない、これ強ない、これ。10日がいるとだからな、10日、あ、どうなんだろう、なかなか使えると思いますね。はい、ということで、まあ誕生日じゃないわ、正月は羽根付き金木ということで、で、確定枠を引いていきましょう。まあ、確定枠もね、迫撃アキラしかもう、まあ、いらないって言ったらあれだけど、まあ、錦を覚醒、拡大、共鳴させるのでもいいし、まあ持ってないキャラ引きたいね、せっかくだし。迫撃アキラさんとかどうですか。あ、捜査官だ。え、この世界は間違ってる。いや、めっちゃ久しぶり見たけど、めちゃめちゃ久しぶり見たけど、初期、初期中の初期じゃねこれ。窓さんと一緒にさ来た時じゃなかった、あのアモン。じゃあチケットガシャを6回ですね、引いていきましょう。これもあれでしょ、 SSR 確定の、今さっき引いたやつと内容的には同じでしょ。いやな、アタッチメントなんだよな。アタッチメントであのあれは来てほしいね、アヤトのやつとか。まあ、こいつは全部 RC ポイントの肥やしになるんで。はい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 、まあ SSR 来たらラッキーぐらいで、ね、長いぞ、ロード長かったからさ、なんか若干来たみたいな、そういう感じになりますよね。はい、ということでチケット6回終わって、次にアタッチメントガシャ SSR、 ちょっと待って、こっちから引こうか。じゃあアタッチメントはドキドキするからね。まずこっちの方からな。これボックスいっぱいになりそうだな、ボックスいっぱいになって、あの整理しなきゃいけないっていう未来がそろそろ来るんじゃない。まだか。いや、それにしてもチケットではなかなか難しいね。チケットって確率どうなんだろう。まあ見てもいいけど。このチケットから出たやつも一応あれだよね、ガシャだから RC ポイントにはなるよね、アタッチメントも。あ、本当に、おい、本当にレアしか出ねえな。マジ？マジ？マジかよ。というわけで、引いていきますか。じゃあこれラスト、アタッチメントガシャ SSR 確定ということで、多分ね、種の絆かな。そう、種の絆か、まあ、正義の絆が欲しいなと。あ、もうね、なんだ、なんだろうこれ。どれなの？これ、瞬身の心得かな？俺が2枚持ってるやつ。もうあれはいいよ。もうあれはいいよ。もうあれ来たらもう俺の前衛全員かわしまくるからね、攻撃。とりあえず、種の絆か正義の絆でお願いします。持ってんだよな、持ってんだよな、5ターンの間ブレイクを200 持ってんだよな。はい、ということで、
また被ってしまったわけですけども、あ、3枚目じゃね、俺3枚目だと思うわ、この波紋の爆発する怒り。はい、ということで、まあ羽根付き金木が出たからいいんじゃないでしょうか。というわけでお疲れ様でした。今回は、いろんなガシャを、チケットとか一気に消化してみたという、動画でした。そんな動画だったかな。はい、ちょっともうね、夜中の4時なんですよ。 朝だね、朝の4時半なんですよ。寝ます、おやすみ。